フォルツァスタイル。皆さんこんにちは。琉球の部屋へようこそ。令和になってだいぶ時間が経つと思います、ちょうど5月からクールビズに入りました。クールビズといっても私が長年着ているサマースタイル、夏の仕事のいでたちというものはどんな風にするか、その辺をですねお話し申し上げたいと思います。さて、クールビズと言われるサマースタイル、サマースタイルのいでたち、装いをどんな風にするかと、色ごとにちょっとスタイルをこれからお作りしたいと思います。まずは最初にブルーの色からお作りを始めたいと思います。ブルーのこういうスーツをお召しになるときに、どういうチーフをするかというと、こちらにあるような千鳥格子、これは水玉でも結構です。これに万が一ネクタイをしないスタイル、ネクタイをしないでスタイリングを作るとするとどうするかというと、まずシャツは白地にブルー、白地に赤ではなく白地にブルーのボタンダウンのシャツを着ていただく。これでもうこれがネクタイ代わりになります。ネクタイ代わりのスタイルが一つ出来上がってまいります。靴下はこのぐらいの色のブルーの、少し明るめのブルーの靴下、もちろん申し上げるまでもなく、これはウールではなくて綿でございます。綿の靴下をお履きいただく。で、ブルーに対してじゃあこの下にベルトであるとか、もしくは靴をどういうものをお履きになるのかというと、今日私が履いている靴、これは茶系です。こちらの茶の靴でも相性上は非常によく合います。今日着ております茶にも合うし、ブルーにも合う。で、特にブルーと茶っていうのは色の合わせが非常に相性がいいです。ですから茶系の靴、間違っても黒の靴はお履きいただかないようにご注意いただきたいと思います。じゃあこちらに今度は、いわゆるネクタイをするときどうするかということですが、ネクタイをなさるときはこれに白のシャツ、このシャツはご覧いただいてお分かりの通り、これは麻の白のシャツです。麻の白のシャツ、このシャツだけでも非常に涼しいです。こちらにやはり紺地に白のネクタイを合わせていただく、これも非常に涼しげです。いわゆるサマービジネススタイルの代表格、靴は同じようにこちらの茶のスリッポンといっても、いわゆるこういうふうにストラップ、脇にいわゆるスリッポンに近いような靴ですけど、こちらでお履きいただければ、大体このブルー系のノーネクタイの場合、もしくはタイドアップの場合、どちらでも通用すると思います。次は、ブラウン系、茶系のスタイルをお作りしたいと思います。こちら、これはリネンでございます。リネンの、スーツ、これに、よくこれは私が定番でよく着てる、夏場というと必ず、何度かお世話になるのがこの茶系のスーツです。このストライプのネクタイ、これもよく合います。ただこちらの茶系で合わせるよりは相性がいいのは、こちらの色との相性がさらにいいです。なぜかと申し上げると、この茶の色の系統がもうちょっとこちらが薄いですよね。薄い色の調子に対して非常に色がかぶって綺麗に合ってくると思います。いわゆる私がよく申し上げる色かぶし、色をどういうふうにかぶしていくか、この中の色とボタンの色をちょっと合わせますと、ボタンの色とピタッと合います。ですから、ボタンの色が、皆様がお召しになっていらっしゃるボタンの色がどういう色がついているか、これもちょっと気になさっていただけるとよろしいかなというふうに思います。
で次にこちらに合わせる、シャツということになります。シャツはもうこちらの場合はもうこれで薄いベージュ、まあ、これは白ではございませんけど、まあ、今日の場合はちょっと白のシャツで、こちらはいわゆるワイドスプレッドという、まあ横まあ、皆さんもよくお召しになっているワイドのシャツで、こちらのシャツがどちらかというとレギュラーカラーという、意外と襟がこういわゆるクラシックなやつです。まあ、どちらで合わせるか、この白の、シャツ、これにこのネクタイ、まあ、こういう合わせですね。まあ、非常に清涼感があって夏らしい出立ちです。冬はもう全然こういう格好はできません。夏だからこそできるスタイルです。で、万が一こういう風なネクタイを締めたくない、だけどクールビズのスタイル、いわゆるサマーのドレススタイルでどう合わせていくかということになると、まあ、私のおすすめはこちらにありますギンガムチェックです。万が一ネクタイをなさるんであれば、これにやや濃いめの茶色のニットタイをお合わせになってもサマースタイルというスタイルになると思います。で、こちらに合わせるちょっと靴下までのご用意が全部しておりませんけど、色の合わせとしてよく合うのはこちらのスウェードの靴。まあ、ヨーロッパの方は夏場でもよくスウェードの靴を履かれます。ですからスウェードイコール冬物というふうに思ってらっしゃる方も終わりかと思いますけど、決してそうじゃないです。夏でも冬でもスウェードの靴、まあ、もうちょっと粋な格好がいいなという方はこちらに1930年代とか40年代によく出てきたいわゆるコンビネーションという2色白いシャツに合わせられる、あ、こちらですか、こんなスタイルで、靴の白も色を取りながらこう合わせる、まあ、これは1930年40年代のヨーロッパの夏のスタイルです。ですからこれをクールビズというよりはサマードレススタイル、サマーのドレススタイルというとこんな色を私はお勧めします。次にご説明申し上げるのは、ベージュ系です。まあ、通常オフ白と言われるのに白に近いいわゆるベージュ、今日はまずスーツのお話からしたいと思います。これはジャケット単品でも結構ですし、これをスーツとしてお召しいただくんでもどちらでも結構です。まあ、いわゆる通常いうコットンスーツという代表的なものですよね。ボタンをご覧ください。白ですよね。白のボタンがついているということはやはり白シャツということになります。まあ、デザインはボタンダウンの白だったりいろんなものがあります。まあ、こんなようなコットンスーツにボタンダウンというとちょっとアメリカっぽいスタイルの合わせ方になろうかなと思います。ちょっとそんなスタイルはどんな組み合わせ方かというと、白のボタンダウンのシャツ、それにコットンポプリンのスーツをお召しになる。さあ、ネクタイはどうする？一つはアメリカっぽい合わせ方ですとこんなような色の合わせ方、これも非常に見事にこの薄い地の色のベージュに対して白シャツ、非常に夏場らしいすっきりしたイメージですよね。もう一つのご提案はこんな合わせ方です。これは実は麻のネクタイでございます。リネンのネクタイに白シャツ、これはどちらでもよく合います。まあ、この辺のやっぱりスタイルを合わせられる、言うまでもなく靴は先ほど私が履いておりますこちらの靴、また脱いじゃいましたけどこちらの靴の合わせ。まあ、靴下はちょっと今日はパンツ一つにはなれませんけど、こちらにあるような茶系の靴下とコーディネートをお考えいただければよろしいかな。これがまあワンスタイルのやっぱりベージュ系のタイドアップ、ネクタイをなさった時のスタイルの一つでございます。じゃあ次にネクタイをしない場合どうするの？ベージュ系同色で合わせるということであれば、
こういう合わせ方に、白のポケットティーフをつけられる。これで一つスタイル。これはノーネクタイ、ノーネクタイでもよろしいかと思います。まあ、よくあのポケットティーフによくこう柄物をやっぱり刺すのがおしゃれだと思う方がいらっしゃるけど、まあ、逆にそれはあくまでもコーディネートの中で、プリントの、ね、ポケットティーフをなさるとその中の色一色も全て計算されているかどうかが問われます。ですからただおしゃれだからオレンジのポケットティーフがいいよねなんて無造作になさる方がいらっしゃるけど他のコーディネート全然合ってないという方もいらっしゃる。ですからあまり柄物というよりは私はこういう無地のティーフこれをお勧めしたいと思います。これはオールマイティーであらゆるものにスタイルがあります。で基本は綿でも結構ですけどおすすめはやっぱり麻のポケットティーフリネンのポケットティーフを刺していただけるとよろしいかなというふうに思います。はい、先生何好きなんですか？チョコレートパフェ食べ